夜のマイナス48キロの吉村鈴子です。自分は小さい頃から荒賀監督に憧れていて、今回ここまで来れたのも荒賀監督のおかげで、自分が優勝した時に荒賀監督と抱き合えたことがすごく嬉しかったです。今後はシニアでも日本代表になってオリンピック優勝を目指してます。応援ありがとうございました。